単一の臨片からなる臨幣ジャンボニンニクは、ネギ属に属する植物である。無臭ニンニクや、ジャンボリーキという故障で販売されているが、ニンニクとは別の種で、リーキと同じ種の別変種である。背が高く忠実の花柄と広く平らな葉はリーキによく、似ているが、ニンニクに似た臨片からなる、大きな臨幣を作る。匂いは、ニンニクと全く同じではないが、 リーキよりはニンニクに近い。刺激は少なく、マイルドで、スープやサラダなどに利用される。生食の場合、口当たりが、はるかに良いと感じられることもある。完熟した輪形は、非常に大きな輪点ンンからなる。輪点ンンは薄皮を持ち、料理や繁殖に用いられる。輪形の外側には硬い皮を持つ小さい輪点ンンがある。使われないこともあるが、これら小さい輪点ンンは、 植えると初年には開花しない植物となり、単一の臨片からなる臨形を作る。翌年には、この単一の臨片が分裂して、複数の臨片になる。一般には、種子で繁殖されることはない。破砕して、ダート4弦で分析した場合、ニンニクと同じくアリシンニンニクにはなく玉ねぎアリーキにあるシンプロパンチ RS オキシドが検出されることは、 ニンニクより、利益に近いとする分類の結果と一致している。ありがとうございます。